テレン・ストランメルはアメリカ合衆国の陸上競技選手である。オリンピックの男子110メートルハードルで2000年、2004年と2大会連続で銀メダルを獲得した。彼は2002年まで1996年、アトランタオリンピックの金メダリストであるアレン・ジョンソンの練習パートナーであった。サウスカロライナ大学在学中より頭角を表し、 1999年ユニバーシアードでは110メートルハードル、400メートルリレーで2冠に輝く。翌年の2000年シドニーオリンピックでは、トレーニングパートナーのオリンピックハシャーレン・ジョンソンだと、共に110メートルハードルのアメリカ代表に選出され、本番でも銀メダルを獲得した。2001年世界選手権こそ準決勝で敗退したが、2003年世界選手権。 2004年、アテネオリンピックでも銀メダルを獲得。悲願の優勝を目指し出場した2007年世界選手権では、得意のスタートを生かし前半リードしながらも、後半当時世界記録保持者の劉翔に逆転され、またもや銀メダルに終わった。彼の特徴は、ハードル選手としては、最速とも言えるスピードである。ハードリングは、荒れ削りながら非常にパワフルな走りをする選手である。 趣味は、レースのビデオを見ることや、陸上競技の歴史を研究することというもっぱらの、陸上人間である。ありがとうございます。